こんにちは、鶴見幸男です。あ、すごい、なんかいい感じのなんかエコーみたいな音になってるんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、鶴見さんはあの作曲家でいらっしゃって、であとね、弱者という、はい、あれ弱者ですか、違いますか、者ですね、弱者弱者という、はい、日本相撲文芸術 作曲家協議会の立ち上げ創設メンバーで、創設メンバーで、理事をやっています。はい、はい、とやっているというこの日本相撲文芸術作曲家協議会って何ぞやみたいな、あのお話もこれから聞いていこうと思うんですけども、実は今日はその今週末、まあ、私のさっきの告知とかぶっちゃってるんですけど、実は今週土日はあの大相撲のその冬、平成29年冬巡業大相撲沖縄場所があの開催されるということで、あのもう相撲といったら鶴見さんしかいないでしょうということで、実は第2この番組 の4月17日の第2回目の放送にいらしていただいて、まあ、いろんなことしましたね、あの時いろんなことしましたねいろんなことして、そうか、今日はあれ以来なんですよね。そうなんです、はい、いろんなことして、あのお酒、そうですね、先元飲みながら確かね、うん、酔っ払いながら、酔っ払いながらやるっていう、はい、今日も楽しみにしてたんですけど、今日はシラフでお届けしています。ちょっと怒ってますか怒ってないですよ、怒ってないです、怒ってないです、はい、そう、あのこのなん、なんで、なんでしょう、その時はいろいろその鶴見さんのさ、音楽活動のこととかもそうでしたね、聞いて行ったんですが、はい、あ、戻ってきました、あ、戻ってきました、これ いつものね、あ、来た来たって感じですね、 BGM、 はい、おお始まりました、荒垣ひろ子のナライブさんプラス始まってますけど始まってます、はいはい、よかったよかった、あ、そっかそっか、もしかすると今機材の関係であの配信聞いてらっしゃる方は今から多分見れるようになった可能性があり、改めてちょっと紹介しておきますね。ナライブさんプラス本日のゲストは、作曲家で、弱者日本相撲文芸術作曲家協議会、立ち上げメンバーで理事の鶴見幸男さんをゲストにお迎えして、今週末、土曜日曜と開催されます大相撲沖縄場所のことについて、あと鶴見さんの音楽についていろいろ伺っていくという、回でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんなわけでこの一応そのだから4月17日に最初に出ていただいた時に弱者のお話も触れさせていただいたんですけど、改めてちょっと軽く弱者の説明とかいただけたりしますか。うんうん、はい、弱者は英語で言うと、はい、ジャパンアソシエーションオブコンポーザーズフォースモーヒアリングアーツっていう長い名前の頭文字を取って、弱者っていう名前なんですね。はい、で本当は、頭文字だけ最初、取ると当初は弱さになっちゃったんです。うんうん、で弱さになると、うん、宇宙に飛ぶ感じですね。宇宙に飛んでいくあの機関のお名前と混同してしまうなということでだったら、この我々の社会的弱者っていう立場も表しながら弱者っていうふうに英語を作ろうということになって、ですね、この者についてはスモーヒアリングアーツの SHA なんですけど、はいはい、初めはその者だったからスモーアーツっていうのをつけてたんですが、うんうん、はい、で、そこにヒアリングっていう、聞くっていう、うんうん、あの単語をつけて、はい、者にしたんですね。なぜヒアリングを入れたかっていうと、はい、この弱者、は、作曲家が3名集まったチームなんです。はいはい、私とそれから、野村誠さん、はい、それからもみやまともこさんという他2人のメンバーでやっていまして、みんな作曲家で音楽に関係がある、はい、でそれで要するに音を聞くっていうことが専門であってこだわりがあるっていうことで、うん、相撲の音を聞くというふうに、英語を作ったわけです。相撲ヒアリングアーツ、はい、でそっから、この日本、あ、英語から日本語に訳すると、うん、日本相撲文芸術作曲家協議会っていう単語になったわけですね。なるほど。なんで、相撲文っていうのが新しい日本語の単語になったわけですが、はい、
文っていうのがその聞くというもので、うんうん、相撲文芸術、相撲ヒアリングアーツっていう単語を発明 したわけです、うんうんうん、はい、で何をしてるかっていうと、まあ、私も含めてこの野村くんやもみやまさんは、お相撲の文化に非常に興味があり、はい、それで非常に相撲に魅せられているわけですね。でそれで、そうした相撲と音楽を結びつけるような、うん、活動をしていこうということで、うんうん、立ち上げたグループです。初めは、うん、ただ相撲を見に行くだけだったんですけど、はい、でそれがサークルみたいな感じで初め立ち上げたのが2008年でしたが、うんうん、ようやくそれから実際に何かをするようになった。例えば相撲ジンクのワークショップをしようとか、はい、相撲中継を見ながらその音について解説していくイベントですとか、うんうん、でそれから、大相撲だけではなくて、うん、地域に残っている伝統的な相撲の行事や、はい、文化を取り入れて新しい伝統芸能を作っていこうっていう活動を、するようになってきました。はい、なんかこう弱者のサイトに行くと、弱者で検索したサイトに行くと、その過去 の岩槻とかで、あ、はい、そうですね、やったこうイベントの様子とかが見れますよね。はい、ああいった形のことイベントもこういろいろイベントというかその講演も何度もされている。そうですね、はい、まあ、大きくねそうした、岩槻っていうのは埼玉でしたけども、うんうん、そうした、ところで大きなパフォーマンスをやったっていうのは、まあ、去年が初めてで、うんうん、まあ、これから、例えばオペラ双葉山を作ろうとか、おっとまあそういうこう相撲に関するものをまだまだこれからもやる予定でいます。何ですか、はい、オペラ双葉山が今すごい気になってどういうことですか双葉山っていうのが、まあ、はい、そうですね、戦時中、戦前、戦中、戦後の、はい、大横綱として、はいはい、69連勝っていう誰もまだ、うん、達成してない連勝記録を持つような横綱なんですけれども、はいはい、実際にはだからリアルでは見たことがないのですが、うんうん、あまりにもその双葉山っていうのがその相撲や相撲道に関するさまざまなエピソードもありこれは、オペラにしなければ双葉山の魅力は発見できないだろうっていうことでオペラが最善だと、はい、オペラしかない、まあ、こういろいろ、まあ、音楽家としてやりたいことあるんですよね、うん、例えば相撲の音楽をオーケストラでやるとか、うんうん、いろいろあるんですが、そのやっぱり集大成としては音楽の集大成としてはオペラっていうのが一つありますよね、うんうん、でね、そう歌もあり、うんうん、振りもあり、うん、いろいろなことをちょっとオペラに集約させていきたいと。で、まあ、この、まあ、相撲に見せられてる、うんうん、仮説としては、はい、やっぱり真のエンターテイメント、うん、エンターテイメントのいろいろなものが積み困ってるのが相撲なんじゃないかと、いろんなものを突き詰めると相撲にたどり着くのではないだろうかっていう、こう、うんうん、直感があって、でそれで今までのこの大相撲を代表する双葉山に注目をしてですね、いるわけです、はい、エンターテイメント、あ、はい、つまりなんかなんて言うんでしょう、その取り組みが始まる前のこの 段階からもうすでにそのエンターテイメント始まっていて。そうですね、神事でもあるわけじゃないですか。そうなんですよ、そう、神事でもあって、うん、で、まあ、スポーツでもあって、うん、でもともとその神事から始まったっていうことがあったり、はい、うん、まあ、でそれがスポーツではなくて、まあ、神事っていうことからその芸能にもなり、うんうん、でそれをこうみんなで鑑賞して楽しむっていう、うんうん、ただのこの行事だけではなくて、うんうん、ただのスポーツではなくて、うん、それをお客さんと一緒に楽しめるっていうところも一つの魅力なんですが、確かに、うんうん、でそれでその相撲のあり方っていうところも含めると、うん、
でこのやっぱり音楽を通して、うんうん、いろいろ表現していきたい私たちにとっては、うん、相撲に学ぶことが多いのではという、あ単純にその、ね、相撲というあの決まり手とか、うんうん、まあ、そういう相撲に限るものだけではないあのところに興味を持っているわけですね、うん、はい、うん、なるほど。多分究極のエンターテインメントっていう目線で、はい、その確かにスポーツでっていうのをメインでこう捉えてたので、うん、そういうふうに考えたことはあんまり確かになかったですね、うん、ちょっとあのまず1曲聴いていただこうかと思うんですけども、はい、最初に、最初にかける曲はそうこれ鶴見さんの今日ちょっと鶴見さんが作曲、まあ、鶴見さんソロといいますか鶴見さんの曲をかけていこうと思うんですけど、はい、じゃあまずこの曲からいきましょうかね、はい、朝太鼓という曲なんですけどこれはどういった曲ですか。聞いていただいた方が早いかしら。ちょっとお話しましょうか。お願いします、はい、これは、ピアノの連弾もしくは2台ピアノで弾くことができる曲として、はい、作ったスモーハノンっていうスモーハノン、はい、曲の中の、うん、1つ目あの組曲なんですが、うんうん、それの1つ目で、はい、この朝太鼓は、お相撲にいろんな音楽の要素があるんですけども、うんうん、その中のその太鼓のリズムを、うんうん、用いた、うん、ピアノの曲です。じゃあ聴いていただきましょう、はい、鶴見幸男さんで朝太鼓。お聴きいただいたのは、鶴見幸男さんで朝太鼓という曲でした。ああなんかこれってあれですか、あの例のぶつかりピアノそうですねという、はい、あの国技館の近くの、近くの両国門天ホールという門天ホール、はい、うん、音楽ホールが両国東京の両国にあるんですけれども、はいはい、ぶつかりピアノというタイトルで稽古じゃない、はい、ぶつかりピアノというタイトルで、うん、私が芸術監督をして開催しました、はい、両国門天フェスティバルというのがあったんですけれども、うんうんうん、まあ、その中で、それのために作った曲の一つです。あ、はい、ここで聞けたわけですよね。それが沖縄で本邦初公開です。本邦初公開ですか。うわ、はい、貴重な機会をどうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、あなんかすごくなんだろう、あの相撲見たくなる。おおマジですか早い、はい、ありがとうございます嬉しい。なんかその私そのぶつかりピアノのお話を聞いてたので、まあ、実際に見に行けてはないんですけど、だからそのあこうやってあのピアノをこう本当に対面する感じでこう、そう2台ですからね、うん、はい、2台でこう弾くわけですけど、それをあこんな風に弾いたのかなと思ったら、なんかこう相撲とダブってきますね。やっぱりマジっすか超嬉しいです。思いが多分そうだから2台ピアノの、フェスティバルだったんですけど、うんうん、まあ、その2台ピアノっていうのが、まあ、今、ね、ひろこさんが言ってくださったように、うんうん、この
グランドピアノがこう2台向かい合わせに配置されるわけですけども、うん、まあ、それがあたかもこう相撲を取っているかのように見えるような気がすると思って、うんうん、見えるような気がでそれで、そのピアノっていうこピアノっていうことと相撲を取るっていうことを合わせてこうやったんですが、うんうんうん、なんでこの相撲に関するピアノ曲っていうのを、うん、まあ、私以外にもたくさんの、作曲家の方にお願いをして作っていただいて、うんうん、でそれであのコンサートでぶつかっていただくと、うん、でかつ、うん、この今聴いていただいた朝太鼓は、うん、ですね、こうプロのピアニストの人と公募した、うんうん、あのプロのピアニストではない、まあ、一般の人だったり、はい、音楽の先生だったり子どもたちだったりっていう、うんうん、方たちとがあの一緒にぶつかり合うっていう曲のために作ったんですね。なんかこう、はい、大相撲でも見る風景ですねそれ、はい、まあ、例えばね、まあ、ちびっこ相撲とか で、うん、そうですね、あの横綱とちびっこたちがぶつかり合ったりとかもしますけども、うんうんうん、まあ、そういう風にあの、まあ、相撲もピアノもあのやっぱ実演してやってみて初めて魅力を感じるっていう、うん、あのことをテーマにした、うんうんうん、あのぶつかりピアノだったんですが、なんでたくさんの人にピアノを弾いてほしいと、うんうんうん、で横綱ピアニスト、そのプロのピアニストのことを横綱ピアニストって言ってたんですけど、うん、横綱の胸を借りてもう稽古していただくようないいですね、そういう企画もあってですね、うん、でそれでいろんな方にこうぶつかっていただいたっていう、はい、曲でした。いやなんかこれから始まるぞみたいなワクワク感もなんかこう感じつつ、そうですね、うん、この朝太鼓はあの朝太鼓っていう名前はあの相撲用語にはないんですけども、うん、このあまず太鼓っていうのが相撲にあるんですね、うんうん、いろんな太鼓があのシチュエーションによって叩かれるリズムやテンポが違うっていういろんな種類があって、はいはい、うん、でまあ、その中の、まあ、基本になるリズム、うん、太鼓の中の基本になるリズムっていうのをこうトントンストントントンストンっていうのでこう繰り広げていったんですが、うんうん、まあ、この、朝太鼓がある相撲ハノンっていう曲集は、うんうん、最初にこの朝太鼓があって、うん、まあお相撲さんのなんか、まあ、1日に例えたとして、はい、まあ、朝日が昇ってくる時とこの太鼓朝の太鼓っていうのをこう結びつけて、うんうん、まあ、この太鼓で1日が始まり、うん、まあ、実際その本場所では朝太鼓が鳴らされるわけなんですけど、うんうん、まあ、そっからでそれでいろいろ稽古を始めて行きながら、うんうん、まあ、夜にみんなでちゃんこを作って食べようみたいなそんなストーリーがある1曲目そこまでこう、はい、ちゃんと つながってるわけですね。そうなんです、はい、あこれはあでもなんか本当にね今からはなんかこう始まるというか 見たいなみたいなこうワクワク感、ね、そうなんです。だからあの、うん、ね、後からまた巡業の話もしますけど、うんうん、相撲の巡業でもこの生の太鼓を聞くことができるんですね、うんうん、それはぜひ聞いてほしいです、はい、これさっきあのなんて言うんでしょう、その、まあ、エンターテインメントの極致みたいなお話があったんですけど、この例えば太鼓とかあと呼び込みのこの言い方とか全部こう、まあ、伝統、私たちが知ってる伝統芸能的な形で、もう型が決まって洗練されてるわけですよね、うん、そうなんですよね。それはもうはっきり例えば太鼓だったら何種類ぐらいあるんですか？なんかこの時はこの太鼓とかって決まっている、うん、わけですもんね、はい、まず、うん、寄せ太鼓っていうのがあります。お、なんか私今扉を開いてしまって、はい開いちゃったかなみたいな、はい、寄せ太鼓、はい、寄せ太鼓はですね、はい、土俵祭りという相撲が始まる前の日に、うん、行われる行事があるんですね、うんうん、それはその土俵上でお相撲さんたちが無事に怪我もなく、相撲が取り切れますようにっていう願いを込めて、うんうん、その土俵を清める、はい、あの儀式があるんですけれども、うん、その時に打たれる太鼓が寄せ太鼓からこう相撲の神様っていうのがいるんですけども、はい、からその相撲の神様をお呼びする太鼓ですね。あ神事だ、うん、
いやー素敵、はい、でそれから、うん、か一番太鼓、一番太鼓、はい、一番太あそうですね、一番太鼓は、うん、まあ、その巡業や、大相撲の本場所の朝、うんうん、位置に取り組む前の30分間打たれる太鼓で、うんうん、これは30分間あります。30分間、うん、でそれから2番太鼓っていうのもあって、はい、今は打たれないんですが、かつては打たれた太鼓で、はい、お昼に叩く太鼓、うんうん、お相撲さんが場所入りするっていうんですけれども、はい、まあ、お相撲さんがこう入場してくる頃に、うん、入ってくる頃に、あの今まさに開催中ですよっていうのを告げる太鼓ですね、うんうん、今はそうやらないのが残念なんですけども、でそれから羽太鼓、羽太鼓、はい、羽太鼓はお相撲の取り組みが終わった後、結びの一番が終わったと同時に、叩かれる太鼓で、はい、あのよくこう何かを終わりにするときに何かを跳ねるっていう言い方しますね、はいはいはい、まあ、その意味で最後に打たれる羽太鼓っていうのがあり、まあ、これはあのお相撲さんや、お客さんが、会場からわーっとこう帰る様をこう天殿バラバラ、天殿バラバラって言い方をするんですけれども、はいはい、その帰っていく様子を太鼓で表現し、天殿バラバラを表現し、そうで、また明日も来てくださいねっていうための太鼓、うん、でもう一つ最後に、はい、ふれ太鼓っていうのがあります、うん、でこれ最初に言った寄せ太鼓の続きとして、相撲が始まる前の日に、うんうん、今度は、その町をに出て行って、うんうん、明日からお相撲が始まりますよっていう、うん、あの告知のために、うんうん、町の中を練り歩きながら叩かれる太鼓です。告知のために、うん、告知までちゃんとつながってるんですね。そして翌日にまたつながるような感じ。そうなんです、はい、そういう、こうお知らせ機能があります太鼓には、はい、今のでこう5種類ありますけど。そうですね、じゃ決まってたんですね。いや、そうなんです。だからこれがどれも、うん、あの聞くとすっごく難しそうな風に聞こえるんですが、うんうん、あのまあそれも、もう200年ぐらい前、100年200年ぐらい前の、江戸勧進相撲という江戸でそのお相撲が興行になった時からの伝統が脈々とあの打たれ続けていて、あの呼び出しさんたちがそれを叩くお仕事をされてるんですけども、うんうんうん、はい、でこれが本当に難しく聞こえるんですが、うんうん、まあ、この弱者の活動を通して紐解いたんですね、うんうん、紐解いた、はい、何をやってるのかと分析してみたんですね。そしたらとっても短いフレーズが、うん、あの繰り返されて途中で、まあ、おかずがあったりとかしてっていう風に構造が見えてですね、はいはい、できるようになりました、うん、すごいすごい。あの耳で入れたりしたんですか、こう一個一個そこまで、みんな耳で聞き取ったんです。一個一個呼び出しさんに教わったんですね、はい、教わって、うん、あのせっかく音なんで、うん、ひろこさんも一緒に簡単なリズムをやってみませんか。はい、やってみたいです。まず BGM 下げますか。あ、はい、あですね、はい、まず基本的にトンとか、うん、トントンストン、トン、それからまあ、トントンストンが言えるようになったらあの基本的にほぼできるようになります。本当ですか。トントンストンが大事で、それから、うん、私たちの耳をかく乱されるさせてくれる音の表現で、はい、ストニコっていう音があります。ストニコ、はい、ストンでもなくニコって何ですか。ニコがなんかイタリア語みたいなんでストニーコとかなんかありそうなんですけど、ストニコ、ストンでもなくちょっとした間合いを、はい、あの取る
一音があるんですね。トン、トントン、ストン、ストニコ、うん、とかしとしとか、しとし、しとし、うん、そう、変な口三味線で、はい、あの面白い口三味線で、その江戸時代から、あの呼び出しさんから呼び出しさんへってこう受け継がれてきたもので、じゃあやってみましょう。やってみましょう。まずトントンストン、どうぞ。トントンストン、はい、じゃあちょっと一フレーズ言ってみます、はい、トントンストン、トントンストン、トントンストン、トントトン、ストニコ。トントンストン、トントンストン、トントンストン、トントトン、ストニコ。あ、さすが、さすがミュージシャンのひろこさん、素晴らしいです、はい、音でしかものを覚えられないっていう、はい、もう一回一緒に言ってみましょうか、はい、せーの、トントンストン、トントンストン、トントンストン、トントトン、ストニコ。うん、うん、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、なんか楽しくなってきちゃった、はいはい、もうこれ、ありがとうございます、はい、トントンストン、トントンストン、これはちなみに何の、はい、これは実はですね、うん、羽太鼓以外、はい、さっき言った羽太鼓以外は、うん、このリズムが基本になってます。じゃあもうこれが基本で、はい、これ覚えてたら、はい、実際こう相撲聞きながら、はい、あ、これだねって言って、そう、合わせて口ずさんじゃう感じです、はい、聞けるようになります。だからね、こう私も開いちゃった、トントンストン、トントンストン、トントンストン、トントントンだけだったら、うん、あのこうワン、ツー、トントンストン、トントンストン、トントンストン、トントントンでいけるんですけど、ストニコが入るおかげで、あれあれってなるんですね。確かに、はい、で、ストニコ、かくらんってそういうことですね。そうなんです。なるほど。そうそう、だからこのトントンストン、トントンストン、トントンストン、トントンストンっていうのを、あ、トントトンっていうのを、さっきの朝太鼓ではこう展開してるわけです。はい、いやー、太鼓について、なんか今日今この瞬間にめっちゃ詳しくなったような錯覚に今用いてますけど、もう聞けるようになります。この続きもねちょっとあるんですけど、はい、はい、ここだけ聞けるようになったら、うん、だいぶ、うん、だいぶ分かる分かるっていう気持ちになります。やばいぞ、はい、はまるぞ、別の意味で、はい、ね、いや、あの、じゃあちょっともう一曲聞いていこうと思います、はい、鶴見さんのこれはドスコイ稽古という曲をおかけしようと思うんですが、はい、これはどんな曲ですか？これもその相撲ハノンのうちの一つなんですが、はい、あのお相撲さんって言うと、あ、ドスコイっていうイメージありません？はい、あります、あります、ありますね。でもお相撲さんはね、本当はあの普段ドスコイって言わないですね。スモージンクっていうお相撲さんが歌う歌があるんですけども、はいはい、その中で、はー、どすこいどすこいっていう掛け声があるんです。あ、それでだけしか出てこなくて、あ、そうなんですね。あの普段からどすこいとか言ったりはしない。仕込みながらどすこいとは言わないんですね。言わないんですね。なんで、じゃあちょっとどすこいをあの稽古する曲を作りたいなと思って、うん、で、そのドスコイとスモージンクのメロディーを、うんうん、モチーフにした曲です。お、じゃあ早速聴いていただこうと思います。はい、鶴見社長さんでドスコイ稽古。Thank you.
お聞きいただいたのは鶴見幸男さんでドスコイ芸妓という曲でした。なんかあライブバージョンですか。そうですね、ライブバージョンです。いやなんか私ちょっと改めて思ったんですけど、そのピアノの音ってこうなんて言うんだろう、ちょっと浸透してるというか、ピアノの音色のなんていうの、私の中のこうピアノの音色のこう上品さというか、あの神聖な部分みたいなのがなんか相撲と相撲のイメージと合わさるとかなりしっくりきているということに今気づいた。マジっすか、ありがとうございます。なんか新しい あのあれですよね、相撲って その結構こう大きな男の人がこうドーンってぶつかるっていう、もうスポーツでそのなんか本当にぶつかってあのこう土がつくとか、なんかそういう荒々しいイメージの方が個人的には大きかったんですけど、もうピアノが混ざるとその元々神事であることのなんかこう神聖さみたいなのがなんかこうより引き立てられるような感じがします。そうですか、嬉しいです。すごく嬉しいです、ありがとうございます。はい、なんか私も聞けて嬉しいです。あめちゃめちゃ、そっか、大相撲 の場所の話を、はい、沖縄場所の話にちょっと移っていってもいいですか。私まだちょっと音楽的に聞きたいこといっぱいあるんですけど、はい、ちょっととりあえずその大相撲今週末なのでちょっとこれをについて伺っていこうと思います。はい、はい、この間の場所が終わって、まあ、大相撲沖縄場所っていうのは今回は、まあ、いつもそうなのかな、コンベンションセンターで開催される。そうですね、今年それから去年もコンベンションセンターで、はい、一昨年が武道館でしたね。武道館、はい、うんうん、今年は9時から3時までコンベンションセンターです、うん、はい、これはあの沖縄場所はいつも、私すいません沖縄場所についてあまり詳しくないんですが、いつも2日間こういう風に開催される。そうですね、この3年間は2日間行われてますね、うん、はい、うん、逆に1日だけだったりしたんですか、もっともっと。あ、どうなんでしょう、私そのね何年か前にも沖縄場所が何度もあったんですが、はいはい、その頃が沖縄場所が何日開催だったのかはわからないんですけども、うん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 、まあ、だいたいあのこの巡業っていうのは、うん、1日です。1日、うん、だけどこのやっぱりその沖縄や北海道だったりとか、はい、その外地に向かうときは、うん、まあ、あの移動も大変だろうし、いろいろな事情で2日間やってくださるんでしょうね。あ、うん、なるほどなるほど、お得っちゃお得ですよね、うん、そうですそうです、はい、だからこの、まあ、本場所、まあ、巡業ではないその本場所って言われるものは年に6回で、うんうん、東京か名古屋か大阪か九州でしかないんですが、うんうん、まあ、この大相撲の楽しみを、まあ、全国いろいろなところで全国の方々に、まあ、楽しんでほしいっていうことからあのやられるものなんですけれども、うんうんうん、なんで、先月はその九州場所って言って福岡でやったんですが、はい、なんでこの冬巡業っていうのはその九州地方で最後に沖縄に来るというようなルートになってまして、うん、だから今週実はその、水曜日木曜日は宮古島であるんですよね、うんうんうん、宮古場所があって、うん、でそれで、土日がこの本島に来るということで、お相撲さんたちのお仕事はこのコンベンションセンターで今年は終わる、終わりと、はい、あ、締めじゃないですか沖縄。そうなんです、うん、かあのお相撲さんたちね、うん、いやもちろんね稽古もあるし取り込みもあるから、うん、もちろん真剣に土俵上ではやるんですけども、うん、沖縄に来ることを非常に楽しみにしているので、あ、うんうん、ね、あのステーキ食べに行こうとか海に行こうとかなんかそういう感じでお相撲さんもリラックスしてますから、うんうん、あのお相撲さんにも声をかけやすいし、あの街の中でも会いやすいし、うんうん、まあ、その巡業っていうのはその巡業の日このコンベンションセンターで、うんうん、あのお相撲さんが、まあ、うろうろしてるんですね、はい、その自分の取り組み以外の時に、うんうん、その辺で稽古してたりとかするんで、はい、簡単に声をかけられます、うん、これあれです、あの沖縄場所の魅力って何ですかって鶴見さんに伺おうと思ってたんですけど、まさにそういうところですよね、はい、そうですね、
あ、気さく、気さくな感じで、うん、まあ、そういうね、お客さんと触れ合うっていうのが、まあ、巡業のその大きな特色の一つでもあるんですけど、はいはいはい、でそれでもうみんなもう赤ちゃん抱っこしてくれたりとか、うん、握手してくれたりとか、うんうん、あともう一緒に写真撮ってくださいって言って誰かに撮ってもらうのもいいんですけど、うん、お相撲さんセルフィーやってくれるんでスマホとか、ね、タブレットを持ってお相撲さんにこうシャッター押してもらうとかね、うんうん、あの楽しく、楽しいですね、楽しくいきます。はい、なんかこうセルフィーやるとあのこうなんていうの、サイズの違いが分かって面白そうみたいな今すごいなんかお相撲さんの横に並んだらすごい自分が子供みたいに見えるんじゃないかみたいな、はい、ワクワク、 お得感ありますよかなり、はい、ね、なんか結構16日、17日両方、ちびっこ相撲もあるし、しょっきり、うん、しょっきり相撲ジンクって、しょっきり、しょっきりはしょっきりで、相撲ジンクは相撲ジンクなんですが、しょっきりと相撲ジンク、はい、でちびっこ相撲っていうのがね、うん、また盛り上がるんです。盛り上がる、はい、沖縄でもこの相撲をやっている、沖縄相撲ではなくてね、この江戸相撲タイプの相撲をやっている、うん、人たちたくさんいるんですが、うんうん、でそうやってこう将来お相撲さんを目指 しているちびっ子たちが土俵に上がってお相撲さんと相撲を取るんですけど、うんうん、これはとってもとっても盛り上がります、はい、これはじゃあもう微笑みながらこう見るもよし。そうですね。でたまにその中学生とかでめちゃめちゃ強いお子さんもいたりするんですよ。中学生ですか。はい、でそれでこう、ね、横綱が危うく負けそうになるような時があったりとかして、うん、親方たちもどうやったらあんな体大きくなるかねって惚れ惚れするようなお子さんとかも出てきますので。あ、はい、なるほど、うん、こう沖縄場所いつもですか、千田が親方が、はい、来てくださって。千田川親方は、うん、がそう担当してますね、うん、はい、親方ね、中学生かその頃に沖縄に住んでたことがあるんです、うんうん、あれなんかちょっと沖縄のなんか名字が沖縄につながりあるのかなみたいなのは私の気のせいですかね。なんて言うんでしたっけ、宮城さん。ああ、もうね、ご親戚がいらっしゃったんだったかな。あ、そっか、どうかな、うん、なんでこう沖縄にゆかりがあるということで、うんうんうん、毎年玉木さんだ、失礼しました、玉木さん、うん、はい、毎年陶器、はい、いらっしゃって、そうですね、現役の時は陶器っていうお名前で、うん、相撲を取ってたんですが、うんうん、はい、あ、いや、なんか結構こうリラックスしてお相撲さんも、まあ、締めということでテンションが高くいい感じにこう相撲を楽しめて、しかもたまに強い中学生などももしかしたら出てきちゃったりしてみたいな感じで。そうなんです。ピリピリせずに何かこう存分に楽しめそうな感じですね。そうなんですよ。だからね、時々大相撲、うん、あ、じゃない、本場所はお相撲さんが真剣に取る、うん、けど巡業は真剣に取らないから巡業は興味ないんだっていうような玄人好みの方もいらっしゃるんですけど、うん、一度巡業に行くとね、その楽しさがね本当わかるはずで、はい、何しろお相撲さんが近くにいます。お相撲さんが見るだけで、近くで見るだけでえっ、わーってなるから、ね、それと、まあ、そのしょっきりっていう、 こう相撲のコントなようなものがあって、あ、はいはいはい、その、その食器とか相撲ジンク、うんうん、あとさっき紹介した、太鼓、うんうん、太鼓のいろんな種類を土俵の上で叩いてくれたりもします、はい、弓取り式とかね、いろいろ、うん、見どころ、これ一回行ったらなんか、あ、相撲ってこんな流れでいろんな要素があるんだってなんか分かりそうな感じですね、うん、そうなんですよ。なんかこれ結構高いイメージがあるんですけど、一番なんでしょう、我々庶民がですね、はい、行けるとしたら、はい、なんだろう、スタンド席とかでも、かなり楽しめ、スタンド席も楽しめますね、うん、このスタンド席は椅子席だと思うんですけども、うんうん、今日、親方に電話したら、うん、まだ若干チケット残ってるということで、このスタンド席、うん、若干残ってるらしいので、まだ行ける、まだ行けそうですよ、はい、
で、まあ、見るときはね、うん、その椅子だったとしても、うんうん、もううろうろすればその辺にお相撲さんいますからセルフやっちゃってこう、はい、あそんなになんか2階席だからといってすごい遠くなるっていうほどでもないと私は思っています、うんうんうん、なるほど、はい、じゃあもうぜひぜひこの土日ねおちょっと相撲興味あるぞっていうかこのお話聞いていきたいと思っていただいた方ぜひ検索して大相撲、沖縄場所冬巡業大相撲沖縄場所でサイトがあるというかもう情報が出ているのですぐ出てきますのでぜひ検索してみてくださいね。それでちょっとせっかくお持ちいただいたんで鶴見さんの曲をもうちょっとかけていこうと思うんですがいいでしょうか。はい、これはぶつかりという曲をかけようと、はい、思います。はいはい、ちょっと待ってね。よいしょ。このぶつかりっていう曲について、はい、若干説明いただいてもいいですか。はい、ですね、はい、こちらはいろんな楽器があります、うんうん、チェロ、うん、それから尺八、うん、それからリラって言われる、ギリシャの弦楽器、はい、それから中近東の太鼓2つっていう一種混合のアンサンブルなんですが、はい、もし世界相撲大会があったらこんな音楽になるんじゃないかなっていうのを無双して作った音楽で先ほど、はいやったトントンストーンも出てきます、はい、じゃあちょっと途中までになっちゃうと思うんですけどそうですね、はい、限っていこうと思います、はい、よいしょ。これがそう最初が無音なんですね。今もう再生してるんですが、はい、これは横浜の音楽堂で演奏されたライブ録音になっています、うん、このなんかこう気配のような音が今聞こえて気配のような音がお、あ、来ました。じゃあ聞いて、お聞きいただいたのは鶴見幸男さんでぶつかりという曲でした。ですね、まだあと9分ぐらいあって全然聞きたいんですけど1時55分というのは短いでございますねあっという間ですよね。やっぱ喋りすぎましたね。いやいやいや、はい、とんでもない。もうあれです、もっとねタイトにいかに詰め込めるかが、まあ、いかに詰め込んでも詰め込みまくってもねみんな苦しくなっちゃうかもしれないんですけど、今度その呼び出しこの今の曲の中に東みたいなこれをなんて言うんでしょう取り入れたアラブ音階とまあ、日本の音階で、はい、入ったりこの曲の中でねしててあれなんかアジアっぽいぞみたいな今ここで聞きながら話してたんですけどぜひね呼び込みとこの相撲音楽のね関係性を今度はちょっとそれだけに絞ってそうです、ね、いきたいんですっていう、はいはい、感じなんですが、はい、ちょっともうエンディングの方に行っていこうと思います。そうだこの場一応いつもお伺いしてるんですけどこの番組習い部さんプラスのその習い部さんというのが学びたいっていう意味なのでまあなんか鶴見さんがすごいちっちゃなことでいいんですけどハマってることとか挑戦したいこととかってなんかもしあったらハマってること、うん、やめたいこととかでもいいんですよ。なんか夜食をやめたいって言ってる人が言ってるゲストさんもいらっしゃったんですけど、なるほど、夜の妻が開ける缶ビールの音に負けないとか、なるほど。私はそうですね、うん、寝すぎないっていうことがありますかね。最近ね本当によく寝ちゃうんで、あ、そうなんですね、寝すぎない寝すぎない、はい、鶴見さんからいただきました習い部さん、はい、寝すぎない、はい、ということで、はいはい、じゃあすみませんもうダダダッと言っちゃいますけども、この番組はですね YouTube にアーカイブ上がりますのでお聞き逃しの方はそちらをご覧ください。すべて FM 那覇のサイトのトップページにリンクがありますので FM 那覇で検索してみてください。番組ではスポンサーさん、オリジナル CM ソングも作成いたしますのでスポンサーさん募集しております。ぜひお気軽に、メールをお送りください。宛先は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp まで、何でも結構です。お送りください。そして、鶴見さん今日イベントがありますよね。はい、沖縄ダイアローグという雲地にある、はい、まあ、ゴーゴーカレーの隣の建物なんですが、はいはい、で、7時半より相撲と音楽のテーマで私がまたトークやワークショップをします、はい、今日ので興味を持った方ぜひいらしてください。いらしてください。本日です。
はいはい、で大相撲沖縄場所は 今週の土日ですね、開催されて16日17日開催されます。そして私新垣ひろ子はですね、まあ、16日も出るんですけど、読谷湯上がりプロジェクト、琉球ランタフェスティバルに12月16日1月5日1月12日2月2日出ます。もしよかったらいらしてください。12月23日の土曜も首里のカフェスイでライブをします。はい、そういうわけで駆け足にはなってしまいましたが、新垣ひろ子のナライブさん、あ、他にもし告知とかもしありましたらぜひ。あ、ありません。ありません、はい、じゃあもう 今夜のイベントと、はい、その、はい、大相撲沖縄場所ということで、はい、皆さんぜひぜひ、お越しください。はい、新垣ひろ子のナライブさんプラス、本日は作曲家で、弱者日本相撲文芸術作曲家協議会理事の、鶴見幸男さんをゲストにお迎えして、弱者のか、相撲音楽のことや、今週末2月16日17日の、大相撲沖縄場所についてと、伺いました。相撲特集をお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、来週もまた月曜の昼13時にお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。